アッシュはもともとアメリカに住んでて、おで、バンダーマンに放送に巻き込まれて、彼女を殺されてるんですよ。ああ、昔ってこと？そう、昔に。でんねえ、バンダーマン。で、その時に、アッシュも銃弾受けて、その記憶をね、失っていた。ところがあって、今までは、で、なんで今までずっとゴミ拾いしたかっていうと、最後に見た彼女がですね、バンダーマンに殺されて、ゴミ箱に詰められてたんですね。なるほど。バラバラにされて、それを見たのが最後の姿で。ほう。で、足は多分その最後の姿を、こう、思って、ずっとゴミ漁りをしてて、記憶しゃんたまんま、この街にたどり着いたところを、矢田さんに拾われて、いろいろと、ホットドッグ屋とか、いろいろやらせていただいたんでやんすけど、もう、記憶が戻ったからには、ちょっと、バンダーマーを、歌ねばとな。なるほどな。そういう感じです。あ、だから今あれか、モズのとこに張り込んだりとか、結構モズに執着してるってのはそこの部分なんだ。ああ、モズというよりかバンダーマーさえ撃てれば。なるほどな。そっかそっか。ルーナ姉さんと一緒に回ってる時にバンダーマーと打ち合いになって、その時に記憶が戻ったんですよね。うん、なるほど。昔はその撃てなかったんですよ、バンダーマーを。うん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 、撃つ前に撃たれて倒れ、そのまま記憶失いだったところ、バンダーマーを撃ったことにより記憶が戻ったんですよ。あの時撃てなかったこの銃を今撃てたということで。